キング・ジョージ5世級戦艦は、イギリス海軍が建造した2番目のちょうど級戦艦の、艦級。ここでは1912年から1913年に、かけて収益した初代のキング・ジョージ5世級戦艦について述べる。1940年に収益を開始したものについては、キング・ジョージ5世級戦艦を参照。全級である、オライオン級、オライオン。 本級は、オライオン級に次ぐイギリス海軍のちょうど急戦艦第二陣として、1910年度海軍計画において四隻の建造が議会に承認され、オライオン級で生じた不具合を解消すべく改め、設計されたのが本級である。全級において一番煙突の後方に全部マストが置かれていたため、一番煙突からの高温の倍延で放院が熱中症にかかってしまい、 即拠室での観測が困難となっていた。このため、本級においては工述する全部マストの位置を常識的な場所に再配置した。本級の主砲塔は、基本的に全級のものと同一であるが若干、改良が加えられており、砲弾重量が約1割、重い6 3 0ラムとなり、威力を増した。また、主砲塔の最大行革は20度となり、 最大射程は2万1800メートルと延伸された。しかし、全球の不具合はすべて改善されたわけではなく、複方の10.2センチメートル方は大型化しつつある。駆逐艦への威力は不十分で15.2センチメートル方クラスの搭載が現場より望まれていたが、排水量の増大による建造費用を恐れて、複方の強化は見送られた。全部マストの補強工事後の キング・ジョージ5世の写真、修行時のセンチュリオンの写真。本級の船体形状は、船体中央部までを占める高い還元を持つ、朝鮮首労型戦隊であり、外洋でのしのげなみ性は良好であった。艦首形状は、この頃のイギリス式設計の特徴である、艦首浮力を稼ぐために、推薦下部は全方向にせり出した形状となっていた。 傾斜の全くない監視看板に前向きに、連想タイプの1番2番手法と2機を、配置2番砲塔基部から看板1段分上がって、上方から見て、し形の上部構造物が始まり、全球の失敗から、本球より司令塔の背後に環境を設け、それを基部として、短脚式の全部マストが立てられた。しかし、大やけにおいて、高速高校を行った際に、 全部マストに振動が発生して、即虚偽や射撃法違反に悪影響が出たため、キングジョージ5世は柱の側面に補強材を追加して補強したが、建造中の他3隻は、副脚2本を追加した三脚型の全部マストとして改善する必要性があった。環境の後方に2本煙突が立つ。2番煙突から甲板1段分下がって、中央部甲板上に、 箱型の後部見張り所が設けられ、その間に3番主砲等が後ろ向きに1機を配置していた。煙突の側面は関西艇置き場となっており、2番煙突手前に建てられたクレーン1機と後部見張り所のには、ジブクレーンが片面1機ずつ、計2機が設けられて関西艇は運用された。 後部見張りところの後方に4番5番手砲塔が、後ろ向きに背負い式で2機が配置された。複砲の10.2センチメートル速射砲は1番2番手砲塔の、側面の砲門部に1機ずつと、上部構造物の側面に3機、その上の環境の側面に1機、後部見張りところの側面に2機の片ム8機ずつ、計16機が分散配置された。 収益後の第一次大戦中にマストを本格的な三脚型にして環境構造を大型化され2番煙突の中部に単焦灯台が設けられ単焦灯が並列配置で2機配置されたまたアンテナ線の展開のために後部代わりにクレームの基部が伸ばされ1915年 20.2cm 速射砲4機を撤去し甲板上に 対空火器として1 0 2トル単装広角砲2機を設置した。1918年に2番4番手砲塔に、陸上機の滑走用のプラットフォームが設置され、陸上機1機が搭載された。本級は、ロンドン軍宿条約により、戦艦から除籍され3隻が解体処分されたが、センチュリオンのみは、標的艦としての保有が認められ、 無線操縦の標的艦として使用すべく、武装、装甲の撤去、速力を制限すべく一部ボイラーの撤去がなされた。マーク V34.3cm 砲の手砲等の構造を示した図。本艦の手砲は、前述通りに新設計の1912年型マーク V34.3cm 砲を採用し、 砲塔は改良型となり前型の 567kg より約12%重い 635kg の重量弾を運用できるようになった。その性能は方向初速秒速 762m、重量 635kg の砲弾を最大行角20度で 21710m まで、 届かせられ、射程9144メートルで、原則走行318ミリメートルを貫通できる能力を持っていた。方針の上下は、行角20度、深角三度で、旋回角度は、単体守備線方向を0度として1番、2番、4番、5番、砲塔は左右150度であったが、3番砲塔は150度の、旋回角のうち後部環境を避けるため後方0。 土から左右30度の間が四角となっていた。発射速度は毎分1.5発程度であった。本館の副武装は1910年型マークバイ 10.2cm 速射砲を採用した。その性能は 14.1kg の砲弾を最大行革20度で 8780m まで届かせられた。砲身の不行、砲塔の旋回、砲弾の溶弾。 装填は主に人力を必要とした。方針の上下角度は、行角20度、深角10度で、旋回角度は360度であった。発射速度は1分間20発であった。他に、対艦攻撃用に53.3センチメートル、水中魚雷発射管3門を装備していた。防御方式は全球に引き続き全体防御方式を採用しており、推薦部に、 艦首から艦尾部までの原則全体に装甲が貼られた。推薦中央部の1番から5番手砲塔の間が 203mm から 305mm。艦首、艦尾部では 102mm から 152mm であった。1番手砲塔と5番手砲塔の手前には横隔壁として 152mm の装甲で防御していた。副方形スメート部は 89mm であった。 当時の水雷防御として、水線下の水密隔壁に後半が張られた。主砲塔の前立てには 280mm、側面から後ろ立てにかけて 203mm 装甲が張られ、天外は全面の傾斜部は 102mm で、平面は 76mm へとテーパーしていた。バーベット部は、甲板上は 254mm であったが、 甲板下は1 7 8ト、mm、ルでしかなかった。甲板部の水平防御は、防御甲板は1 0 2ト、mm、ルで、横隔壁から先は2 5ト、mm、ルであった。司令塔は、前立てから側立ては3 0 5ト、mm、ルで、天外は7 6ト、mm、ルであった。本級の防御装甲は、同世代のプロバンス級戦艦と比較して、原則装甲や司令塔などの厚みでは、 カタログデータ的に優秀であったが、艦艦防御や手法等装甲や、バーベットなどの防御など一見してはわからない場所では、全体的に薄くなっていた。機関室の側面に、ドイツ軍が付設した、機雷一発に触らい、機関停止して沈没するオーディシャス。本級の設計時には、この頃から、駆逐艦や潜水艦の発達が進み、実践において、機雷や、 巨来の被害を受けることが多くなっていた。本級の水雷防御面においては、水戦下の防御格壁は、手法弾薬庫と機械室の側面にしか施されておらず、それよりもスペースの大きいボイラー室の側面に防御格壁は施されていなかった。1914年10月に、本国の沿岸で訓練中の、 オーディシャスがドイツ海軍が付設した嫌い一発で重要走行区画にあるボイラー室の原則に大穴を開けてしまい、機関が停止してしまったオーディシャスは横転沈没してしまった。オーディシャスの沈没は本級の不十分な水雷防御設計が危険であることを実践で証明することとなった。ダミーシップに改造後のセンチュリオン1912年からキング・ジョージ5世センチュリオン。 オーディシャス及びエイジャックスの4隻が収益した。オーディシャスが1914年に触来して沈没した。他は第一次世界大戦のユトランド沖海戦を生き抜き、3隻とも1924年頃に退役した。なお、センチュリオンは1926年から1927年に無線操縦の標的艦として改造され、再収益した後、 第二次世界大戦中の1941年にドイツの目をくらますために新戦艦、アンソンのダミーシップとして改造され、各地に出没したが、1944年のノルマンディ上陸作戦において人工コーマルベリーの防波堤としてオマハビーチで自沈処分された。ありがとうございます。